戸塚はわ警部シリーズは、西村京太郎の推理小説のシリーズ作品名。警視庁刑事部捜査一家の戸塚は肖像造警部を主人公とし、相棒の亀井貞親一家の刑事と共に、様々な事件を解決する。書室は1973年に刊行された、消えた、タンカーで、1978年に刊行された、寝台特急殺人事件で大きく知名度を上げた。 2時間ドラマの原作として人気があり、民放各局がテレビドラマのシリーズや単発作品を制作している。寝台特急殺人事件以降、日本各地を走る列車を舞台にした作品を発表しており、ドラマ作品も列車関係の原作を使用したものが多いが、小説では時事問題や日本史、オカルトといったジャンルも取り扱っておりその作品の幅は広い。また、 列車の爆破や脱線転覆、捜査家刑事の殉職など、比較的過激な描写も見られる。俳優名は、土曜ワイド劇場、火曜ミステリー劇場、ザ・サスペンス、月曜名作劇場、女と愛とミステリー、月曜プレミア8の順。テレビでのトツカー警部作品の映像化は、もっぱら単発もの、いわゆる2時間サスペンスで行われ、安定した人気を誇っている。 2020年現在以下の2シリーズが放送されている。十津川警部のテレビ初登場は小説での初登場から6年後の1979年に放映された寝台特急殺人事件で演じたのは三橋達也である。放送局はテレビ朝日2時間サスペンスの草分けとして1977年に開始された。 土曜ワイド劇場3年前での初登場だった。この作品以後、朝日放送、大英企画、大英京都撮影所の制作で1982年までに、計3作品が放送された。1981年からは、テレビ朝日、東映制作で、現在も放送が続いており、2020年現在で72作に、達する2時間サスペンス史上最長寿のシリーズに、 なっている。東映制作のシリーズ第4作より使用されている、海正人によるテーマ曲も有名である。ド・ Y でのシリーズ名は開始後、新作放映のドに、まちまちの状態が続いていたが、1989年の第15作、アルプス誘拐ルート以降、西村京太郎トラベルミステリーがシリーズ名として定着する。 大英製作の3作品で、亀井刑事を演じたのは、渡引博であった。東英製作作品で、亀井刑事を演じたのは、相川カ也で、18年間、三橋と塚は相川亀さんのコンビが、茶の間に親しまれることになった。東英版製作開始の1981年以来、相川が主演として、事件解決の中心となり、三協が責任者として、 相川を援助していくスタイルが定着した。また、三橋のいかつい外見に合わせ、大学時代のサークル活動は、ラグビー部に変更されている。なお、このシリーズで、戸塚は警部の代名詞となった、三橋達也は、警視庁の警察広報にも採用されている。三協が病を患ったため代役として、1八十四年の東映制作のシリーズ第五作には、天マチが、 1995年の東映制作のシリーズ第28作には高島忠夫が戸塚川警部を演じている。西村自身は天地警部を大変気に入ったとも伝えられる。また、そのせいか、後にファミリーコンピュータ用ゲーム、寝台特急殺人事件では、戸塚川班のメンバーはドワイバムを元にしているが、戸塚川は天地茂がモデルになっていた。また、 第5作では森本里を演じる西本刑事が初登場。以降第68作まで出演している。テレビ朝日での成功により2時間サスペンスの時間枠が各局に設けられ、戸津川警部もテレビ朝日の先輩特許ではなくなる。テレビ二人目の戸津川警部は1981年日本テレビ系火曜サスペンス劇場での消えたタンカーで演じた。 夏木勲であった。1982年に開始された TBSK ザサスペンスでも特急桜殺人事件で宝田明の戸塚かが登場した。ザサスペンスでの戸塚は翌1983年の日本一周両方殺人事件で若林号に交代、生の読みが戸塚がでなく戸塚かに変更されていた。 若林剛氏による、戸塚和警部は1984年に、ザ・サスペンスが終了するまでに4作が制作され、テレビ朝日以外での初めてのシリーズとなった。なお、若林は1995年のフジテレビ系、感情線に消えた女と合わせて、通算5作品で、戸塚和を演じた。1986年、フジテレビ系では、木曜ドラマストリートで放送された。 展望者殺人事件で、石立鉄夫の戸塚かが助演で登場したが、この一本限り、翌87年、同じく、富士系金曜、女のドラマスペシャルで、寝台特急ハヤブサの女が放送され、小野寺明の戸塚か川谷拓造の仮盟が登場した。この時間枠を引き継いだ、男と女のミステリーで89年放送された、寝台特急、 ゆうずるの女でもとつかわはおの寺だったが、以上フジテレビ系の2時間ドラマ枠もすべて短命に終わったため、長期シリーズにはならず、おの寺版は2本で終わっている。短命の2時間ドラマ枠は、TBS やフジテレビに限らず、テレビ朝日でも90年に新たな時間枠、火曜ミステリー劇場を開始し、高橋秀樹が主役として、とつかわ警部を演じる、とつかわ警部の挑戦。 とつか警部の対決、とつか警部の反撃の3作を放送したが、第3作は、火曜ミステリー劇場の最終作となっている。新たな長期のシリーズとなったのは、1992年に、渡瀬恒彦のとつか警部と、伊藤史郎の亀井刑事で、第1作、札幌駅殺人事件が放映された、TBSK、月曜ドラマスペシャルでの、西村京太郎サスペンス。 トツカ警部シリーズである。TBS 版は原作の設定年齢に比較的近い配役と、渡瀬主演でトツカが中心となって事件を解決する原作通りのスタイルで、囲碁順調に新作を放映して軌道に乗り、第2の長期シリーズとして定着した。1997年の第14作、海を渡った愛と殺意では、片瀬里の演じるキャサリンと共演。 海外捜査にも乗り出している。1999年、三郷が自身34作目の秋田新幹線小町殺人事件を最後に、テレビでの当たり役ともなった戸塚川警部役を、ついに降板。戦術のように、戸塚を演じた経験を持つ高橋秀樹が、戸塚役を引き継ぎ、シリーズは天気を迎える。2000年の東映制作シリーズ第34作。 津軽陸中殺人ルートより、ド・ワイ版は、相川主演から高橋主演となり、と津川が事件捜査の中心となる、原作また TBS 版シリーズに近い構成へと移行していく。シリーズ開始25年目に当たる2003年は、ド・ワイでのシリーズ初の海外捜査作,作品、オリエント急行殺人事件など、最多の年間4作が放送され、 このシリーズの根強い人気が浮き彫りになった。また、テレビ朝日では2000年から本シリーズを原作としながら、主演に沢口康子を迎え、各種設定をオリジナルのものとした鉄道捜査官シリーズを年1回ペースで制作、放送しており、2019年には西村京太郎トラベルミステリーとのクロスオーバー企画も放送された。TBS 版も、 月曜ミステリー劇場に解消された同枠の看板シリーズの一つとして親しまれ続け、2005年の第35作、金沢かがさついの旅で、渡瀬は三郷の34作を追い抜いて、テレビで最も多くとつかわを演じた俳優となった。このシリーズでは、渡瀬、伊藤コンビは一度も交代していなかったが、同枠が月曜ゴールデンを経て、 2016年4月から2019年3月に放送された月曜名作劇場では開始当初の段階でシリーズの制作が途絶えた状態となり、渡瀬・伊藤コンビのシリーズは事実上終了する形となった。そして、同枠では2017年1月23日放送分から、戸塚川警部シリーズのタイトルで、キャスティングスタッフ、制作プロダクションなどを大幅に入れ替え、 その第一作となる、伊豆・下田殺人ルートから、トツカ役は、内藤剛、亀井役は、石丸健二郎がそれぞれ演じ、トツカの妻役には、池上貴美子が起用されるなど、キャスティングを大幅に入れ替え、制作会社もこれまでのテレパックから、オスカープロモーションに変更されたが、第5作からは、制作会社が、ザレインドロップスに交代し、トツカは、 カメ以外のメンバーも戸塚和藩の刑事を中心に大幅に入れ替わった。2003年、テレビ東京系の新しい2時間ドラマ枠、女と愛とミステリーで小林年次演じるカメ刑事主演の日本一周、両号殺人事件が放映される。戸塚和警部は助演で、萩原健一。翌年の第2作、寝台特急、早草の女と第3作、 新大特急8分停車では、とつ和警部は、神田正樹が演じたが、この3作で、当シリーズは終了となる。2009年、フジテレビ系2時間ドラマ枠、金曜、プレステージで、とつ和が、捜査主任だった頃の奮闘を描いた、とつ和刑事の肖像、人探しゲームが放送された。とつかは、高島正信、亀井刑事は、古谷一行で、以後、 とつかわ刑事の肖像シリーズとして、毎年新作を放映、テレビ朝日系、TBS 系両シリーズより若い時代のとつかわの奮闘を描く、新たな特色を備えた第3のシリーズとなった。その後シリーズ名は2013年6月放映の第7作から、とつかわ捜査班に変更、2016年7月の、とつかわ警部、悪女でシリーズは10作に到達したが、 以降新作は制作されていない。2012年にはテレ朝版西村京太郎トラベルミステリーで30年57作にわたって活躍してきた亀井刑事役相川金也がついに降板。同シリーズは高田淳二を新たに亀井役に迎えて高橋とのコンビで継続されている。2013年9月には TBS 版が消えたダンカーで 第50作目を迎え、シリーズ50作到達記念として、文刷百科、西村京太郎サスペンス、戸塚和警部シリーズ DVD コレクションの発行が開始、シリーズの DVD 化は初めてで、2015年7月で、全50巻が完結。その後2018年現在、TBS 版シリーズは、第54作まで放映されている。2020年には、テレビ東京、 月曜プレミア8で、戸津川警部の事件簿が放送。戸津川役は、船越英一郎で、角野拓造が仮名を演じる。なお、ドラマ作品は、全民法共通の設定として、亀名刑事の子則は登場しておらず、原作よりも、比較的年齢の高いの俳優が起用されている。また、鉄道関係のドラマ作品については原作に、 登場した列車がダイヤ改正で時刻変更、または廃止、あるいは原作に登場する、鉄道事業者の撮影許可が下りなかったなどの理由から、設定が大きく改変されたものがある。総うみ子の作画による漫画、とつ川警部の事件簿が、サスペリアミステリーに連載されていた。他、多数の作家によって執筆され、コンビニコミックスとして販売されている。ありがとうございます。